はい、こんにちは。 UMM 農機具チャンネルです。今回は前回に引き続き強い農業担い手総合支援交付金について紹介していきます。前回は先進的農業経営確立支援や地域担い手育成支援の一部、人農地プラン、農地バンクなどについて説明していきました。今回は零細地区の農業地域に対する補助金制度や大規模設備の補助、助成について詳しく紹介します。実際に検討される場合はお近くの農政局までお問い合わせください。ではまずは前回のおさらいから入ります。強い農業担い手作り総合交付支援金とは、農業の担い手の発展状況に応じて必要な農業用機械、施設の導入費用を補助してくれる制度。補助金なので返済が不要。対象となるには様々な基準、制約が設けられている。このような制度となっています。通常の融資と違って返済が不要な点がとても魅力的ではありますが、補助金を受けられる人の基準や制約に細かい決まりがありました。また強い農業ということだけあって継続的に成果を出し続けることも必要です。地域で持続可能な強い農業経営体を作るために必要な支援をしてくれる、そんな制度です。前回は強い農業担い手交付金の中でも1、先進的農業経営確立支援タイプ、2、地域担い手育成支援タイプ、融資主体型補助事業について説明しました。今回は地域担い手育成支援タイプの条件不利地域型補助事業と産地、機関、施設等支援タイプについて紹介していきます。条件不利地域補助事業とは、経営規模が小規模零細な地域において農作業の共同化や農地の利用集積を促進するために生産性の向上や農作業の効率化を図り、意欲ある農業従事者を育成するために施設や農機具の整備について補助・助成が受けられる制度です。前回同様、補助を受けることができる対象者やその他細かな決まりがあります。対象者は3戸以上の農家が属していることや補助率・事業内容について後ほど詳しく説明していきます。それでは実際に補助金の対象となる地域について説明していきます。スライドの1から3に該当する地区となります。該当するかどうかは市区町村の農政担当局までご確認ください。北海道とその他の地域で基準が異なりますので、こちらの表をご確認ください。ヘクタールや R などの農地面積については後ほど解説します。それでは1つ目、農家1戸当たりの平均農地面積について、都府県ではおおむね 0.5 ヘクタール未満かつ 0.5 ヘクタール未満の農家が5割以上の地域であること、北海道ではおおむね2ヘクタール未満かつ2ヘクタール未満の農家が5割以上の地域であることと定められています。2番目、販売農家に対する副業的農家の割合、都府県では副業農家が7割以上で主業農家が1割以下であること、北海道では副業農家が3割以上で主業農家が6割以下の地域が該当します。3つ目、事業実施主体、市区町村に定められた地域であること、都府県では平均農地面積がおおむね1ヘクタール未満かつ1ヘクタール未満の農家がおおむね5割以上占める地域であること、北海道では平均農地面積がおおむね2ヘクタールかつ2ヘクタール未満の農家がおおむね5割以上を占める地域に該当する必要があります。これらの地域において周辺地域と比較したときに農産物販金額が低く、高齢化、耕作放棄率などが高いなど改善が必要と判断された地域のみが該当します。先ほどの説明で出てきました販売農家、副業的農家、主業農家について説明します。販売農家とは経営耕地面積が 30R 以上、または農産物販売金額が50万円以上の農家であること、副業的農家は年間60日以上の自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない農家、主業農家とは農家所得の5割以上が農業所得で年間60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家でございます。次に農地面積について解説します。
こちらの図の通りで、1ヘクタールとは縦100メートル、横100メートルの規模の面積を指します。また 1R とは1ヘクタールの100分の1のサイズになります。ご自身の耕作面積を算出する際に参考にしてみてください。また土地の大きさは様々な表現があり、一体何坪なのかわからないというお悩みもよく聞きます。こちらの表で対照表を作成しているので、ぜひ参考にしてみてください。つまり1ヘクタールとは1000平方メートルのことを指し、3000坪1兆とも言い換えることができますね。次にどのような地域事業体が対象となるのか説明していきます。今回の補助金助成の支援対象となる経営体は、1農業者の組織する団体です。農業者などの組織する団体とは、農家3個以上が構成員に含まれている以下の団体で、農家が全体の議決権の過半数を占めるなど団体の事業活動を支配していると認められる必要があります。具体的な団体は、農業組合法人、農業組合法人を除く農地所有適格法人、特定農業法人及び特定農業団体、農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売などを行う法人または任意団体などが該当します。参入法人については、こちらの要件を満たす必要があります。一つは、3個以上の農家から利用権の設定もしくは農作業の委託を受けて農地の利用集積などを行う、または3個以上の農家から材料の供給を受けて加工を行うプログラムなどが設定されていること。つまり3個以上の農家をまとめている必要があります。もう一つは、会社法人の場合は資本金か出資総額が3億円以下もしまたは従業員の数が300人以下の法人であることとなっております。また、事業実施主体、市区町村が認める団体も対象になります。1もしくは2以外の団体であり、意欲ある経営体に代わって機械などを導入することが妥当であると市区町村が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第三セクターなどが該当します。次に補助率について解説します。今回の補助対象となれば、整備内容ごとに2分の1をかけた合計額の範囲内で助成されます。上限は4000万円と設定されています。農業用機械は3分の1をかけた合計額となっております。例えばビニールハウスの修繕に1000万円、農機具の修理に400万円かかるとした場合は、合計700万円が支給されます。次に補助対象となる事業内容について説明します。前回の動画で解説した内容とほとんど変わりませんが、個々の事業内容については単年度で完了すること、事業費が整備内容ごとに50万円以上であること、事業の対象となる機械が耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること、助成対象者の成果目標に直結するものであることと定められています。中古農機及び中古施設は残存耐用年数が2年以上と設定されているので、型落ち5年未満であれば中古農機具は補助対象となります。詳しい計算方法は前回の動画を参考にしてください。次に、産地機関施設等支援タイプについて解説します。産地機関支援タイプとは、産地農業において中心的な役割を果たしている農業者団体の出荷施設など産地の基幹施設の整備支援などをしています。補助の目的としては、生産性向上や需要に応じた生産量を確保し、産地競争力を強化したり、食品流通の合理化が挙げられます。これらは主に大規模な施設などへの補助となります。こちらは福島県での実際の事例です。福島県高付加価値産地展開支援事業と名付けられ、現在も進行中の事例です。被災地12市町村で80億円の産地創出を目標に掲げられ、産地の競争力を取り戻すために行われています。産地機関支援タイプの対象者補助率上限額についてはこちらをご確認ください。耐用年数が5年以上の施設、事業費の2分の1以内の補助率、
上限額が20億円。その他備考に農業従事者が5名以上、総事業費5000万円以上、面積要件を満たしている必要があります。詳しくは農林水産省のホームページでご確認ください。今回は強い農業担い手作り総合支援交付金の条件不利地域型補助事業と産地機関施設等支援タイプについて説明してきました。まとめますと、条件不利地域型補助事業については零細地域の農業経営体を支援、農業機械施設の整備に有効、上限補助費用が高い。産地機関施設支援等タイプは大規模な産地機関施設の強化支援、産地の競争力を強化し流通を促進するといった目的で行われております。これらの補助金以外にも農業従事者が受けることができる補助金は多数存在します。情報を知っていると知らないでは雲泥の差が生まれますので、うまく活用して効率的な農業経営を目指しましょう。次回以降も農機具情報や農業従事者の受けられる補助金について解説していきたいと思います。リクエストなどありましたらコメント欄から直接お問い合わせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。